御コ秀ヒは、南朝の再建を図った後南朝の指導者。カ吉三3年9月23日夜に起こった金欠の、変の古南朝側の総大将。源のタ州、鳥羽武州とも。御コ秀ヒについては、伏見宮貞房ふさ新郎の日記、関門日記カ吉三3年9月24日の、上では、南方無本大将高原尊州とあり、また、 同日記書院の追悼臨時でも、高原尊衆とあることから源の武衆と、合していたことが裏付けられる。また、当時執行日記下吉3年9月23日の、上では、南方高秀沙汰の三種人技室出魚生とあり、御事衆は、高秀と読むことがわかる。出身や、生涯のほとんどについては不詳である。ただし、中原康富の日記。 公富みき吉3年9月26日の上では、後とば院公院云々ぬん、戸場武ばた衆と公云々とされており、後とば院の公院を自称し、とば武ける衆と合していたことが伺える。これに関し、赤坂恒明は、御子衆が王の子孫ならば、王の母の宝美女王、もしくは、王の父の大宝王の母の石女王、田島の宮日成一家王の一族と仮定すれば、 女系を通じて、ごとば院の子孫と考えられ、御子宗の苗字の鳥ばはおもんみ、名神脳の称号の飛ば三宮に由来すると考えられるとしている。また、森茂暁暁は、功績復帰が目的だったのではないかと推測している。世上、御子秀夫長六の辺で打たれた、自天皇に当てる見方があるものの、根拠はない。大日本史の編纂にも従事した。 関西雄は、南ム山高院府で、ミコ秀秀を、自天皇に、と、弟子派語なり、ミコ秀秀デ墓吉三年英山にてうち歴きゅとしており、これが、常識的な見方となっている。ただし、宮内省臨時提出編集局御用係となって、明治天皇期編参にも当たった、本田達次郎は、金皇論の発達で、当時行方不明となった真次は怖くは、 この鳥羽岳ル州が放置して逃亡したのであろう。ぜが、後の交渉、長禄の事件の起源となるのであるとしており、御子と秀夫が、金欠の変の後、行方不明となったこともあって、御子と秀夫イコール自天皇という憶測が生まれる余地を、残す形とはなっている。なお、御子と秀夫が、金欠の変の後、行方不明となったというのは、 孔富木き吉三3年9月26日上として、とばはん、後落ちしつふ行ゆ云々とあることに基づく。一方、関西優が書くように、美琴秀夫は、比叡山で撃たれたという説もあって、当時長者部人では、対象南方を、孔秀や、首取りの、関門日記か吉三3年9月26日の上でも、南方人種と称する人、相対のみや、 日の一品全門以下教とうち取りとあり、それぞれ金結の変でうち死にしたとしている。ありがとうございます。